わー、マジかー。いや、ちょっとつながるかと思った。え、昔動画勢だったからわかんないんですけど、兄弟の少年さんってどんな人だったんですか？ジョビンさんではなくて。テスタメントを使うなら誰もが少年に憧れたみたいな。そのぐらいコンボ精度と、立ち回りがうまかった。しかもそれを、まあ、アオリのファーストって、あ、ファーストじゃねえや、テスタってそんな強くないんだけど、それを少年はやってたっていう。だ、本当に下から数えた方が速いキャラクターでトップ層にいたっていう。ここら辺の判断うまいな。まあ、ジョビンだもんな。打っちまえな。あ、なんか、キチポがちょうど来た。タイヤ事故、キチパさんから。まあ、やっぱね、ゲームつうものはマインドだからね、マインド。ルーさんと少年さんは四国っていう地方であんだけ強いのすげえやって思いながら見てました。まあ、そうですね。だ、めちゃめちゃ、やっぱ、まあ、ただ人間としては少年はマジクズだったと思うけど、まあ一緒っすよね。まあ俺が、まあ少年、まあ俺がテスタメントを使って頃に、まあ、少年っつったら、まあ全員一テスタメントですよ。俺も少年のプレイをよく参考にしてたぐらい少年は強かった。そんな少年がね、勝てないやつがいたと、まあ、それがおしげだったんだけど、俺はミリア戦相当自信あったのに、相当ミリア戦自信あったから、さすがにうまいね。
かさせないだろ。そうで自信あったから、あのまあ普通に対戦したいなと思って対戦したんだけど、その時に少年が、じゃあお前おしげに10先で勝ったら焼肉おごったるわっつって、なんかめっちゃ上からお前じゃ勝てんみたいな感じで言われたの。で俺結構ミリア戦は自信あるよっつって、でファーストの頃からあのおしげには勝ち越してたから、まあ、俺自信あるよって言ったら、いや絶対勝たれへんから、まあ、お前が勝つんやったらおごったるわみたいな感じで言ってきたんですよ。で実際やるじゃないですか。で俺6対4で勝ったんですよ、おしげに。これもうタイムアップになった方がいいな。よし。そうで俺が勝ち越したにもかかわらず、あの焼肉をおごらないっていう、お前そんなんで勝ったと思ってんのか、じゃあなんで行ってきたんだよとっていうのが少年です。これでもあれだな、ユリアンガールやりたいな。ジョビンにおごらせろ。うん、そう。前から思ってましたが、ネモさん関西弁うまい。まあ、あの関西の人の喋り方を真似するとこんな感じになるっていう。何今の、めっちゃハメ足今の。言ってない、こんな感じで言ってない、こんな感じで言ってない。いやでも関東の人ってめっちゃエセ感出るけど、ネモさんにはあんまりないんすよね。だってまあジョビンの声で多分その喋り方をしてるだけなんで。